マグロパークに来ました。市場入り口マグロパーク、へえ。TV をご覧の皆様、ごきげんよう、勝木理恵です。今日はですね、大阪府堺市にある、堺中央総合卸売市場にやってまいりましたというのもですね、うちのサロンが天神橋筋6丁目というところにありまして、そこのね、サロンの近くの商店街にですね、大気水産っていうね、マグロをメインにしたお店があるんですよ。小売店があるんですよね。で、そこにね、堺にマグロパークがあるっていうのが出てたんですよ何それと思って、知らんよと思って堺はね、最近よく私出没する機会が多いですので、行ってみようということで今日やってまいりました。どんな感じか行ってみたいと思います。市場なのに黒毛和牛食べ放題。マグロパーク、もう閉まってるね。そっちは閉まってる。右側、ああどうだろう、フードコート繋がってんかな。お、写真上手だな、美味しそうだよね。あ、広い広い。美味しそうだね。美味しそう。美味しそう。テレビ。あー、見た見た見た、生食用。うん、海鮮バーベキューって書いてある。あ、こっちも串だから、すごっ。あっ、これ堺の方も海鮮バーベキューするけど、カニカマなんかな。カニカマやろ。カニカマ串って書いてる。カニカマ串、海鮮バーベキューいいな。うん、よりどり3串1000円。へえ。フードコートで食べることにしました。写真と全然違いますやん。ほら、え、ダメな。写真撮るのが上手なんやな。じゃあその写真に、そうだ。うんうん。鮮度いいね。鮮度。うん、美味しい。
盛り付けかな盛り付けの問題だな、これはな、うん、まあそれはね、あの慣れてる方とそうじゃない方もいらっしゃるから。何納得してる、うん、いや、おい、美味しいからいいよ。美味しいですか、うん、美味しい。美味しい、美味しい、うん、2回言ったけど新鮮で美味しいですね、うん、お魚めっちゃ好きなんですよ。なので海鮮丼とかはね、目がないんですよね。ね、今日のね、お店はちょっと残念な感じだったけど、美味しい、おすすめ。想像よりもですね、海鮮丼が美味しかった旦那さんが、ちょっとさっきの刺身を買うてくるわ、言うて寿司を買うてきました。刺身が来ると思って、私米残して梅だけ食べたんだよね。どうしますかね、これ。めっちゃ美味しかった。ここはありですね。いや、僕いるここです。いやー、私ね、本当ね、市場とかね大好きなんですよ。特にこの魚系のいいわ、ここ安くて美味しい。皆様も堺にいらっしゃいましたら、ぜひ、お立ち寄りになってくださいます。では来週もまた見てね。じゃあね。